今年もやります。罪人の年越しオードブル、極上食材をボリュームたっぷりに詰め込みました。今年を締めくくるにふさわしい豪華な味わいをお楽しみください。その品質は我々ジゴロークランも太鼓判、大変美味しい満足度の高いオードブルでした。4名様用は税込み19,000円、2名様用は税込み1万円となっております。ご予約はお電話か罪人の公式ツイッター宛てにダイレクトメールにて受け付けております。ご用意できる数には限りがございますので早めにお願いいたします。良い年越しに、罪人の年越しオードブル。ジゴラーの皆さん、おはようございます。昨日ね、まあ、もし大きな動きがあれば今日緊急号をやるかもねっていうのをね、昨日の夜の配信で言ってましたけど、いきなり来ましたね。驚きました驚きましたで、今日ね、明け方に一回目が覚めたんですね。5時ぐらいかな、一回目覚めて、あ、なんか目覚めちゃったなーって、でちょっとスマホバババイっていじったら出てきましたね、このニュースがね。というわけで京都トップニュースいきましょうか。さあ、これは驚きましたね。ガブちゃん、ハイコノフさん、オッサンドレさん、おはようございます。はい、 J1 コンサドーレ札幌が清水の生え抜き竜田優吾獲得へと、いや来ましたね。かなりでかい補強の話題です。報じているのはスポーツ報知です。清水の竜田優吾、まだ24歳ですの獲得に乗り出していることが25日分かったと。本人も自身初の移籍に前向きと見られ、交渉は大詰め、近日中にも正式発表される見通しとまで言っています。すごいですね、かなりがっちり、まあ、確証があるんでしょうかね。で、竜田っていうのはもう清水の生え抜きの選手です。下部組織出身ですね、確かね。で、もうデビューから今までずっと清水でやっているという選手。それで A 代表の経験もあります。スガちゃんが選ばれた時ですかね。19年のコパアメリカにも選ばれています。で、24歳ですけれども、J1 の出場試合数は120何歩ですか?書いてあるかな ?124 試合。124試合です。まだ24ですからね。24で経験豊富で A 代表もね、経験ある。で、センターバック。で、ポジション的にはサイドバックをこなせる、まあ、右利きの選手。まあ、センターバックだけど、サイドバックも一応やれるっていうことはですよ。札幌で言うと、右のセンターバックがハマるというか、そこを前提として考えているんじゃないかなっていう気はします。で、竜田選手はよく知ってます。我々よく知ってると思います。っていうのも、札幌と対戦した時、ほぼほぼ出てますからね。あれです。8対0で、札幌がね、アウェーでボコボコにした試合があったと思うんですけど、あの時もスタメンで出ていました、竜田選手ね。呆然としてたのを覚えてます。で、結構ケチョンケチョンにしてる印象はあるんですけれども、いい選手です。で、身長が191センチ。大きいですね。191センチあるんですけど、足元うまいです、この選手。ビルドアップ能力が優れます。で、一方で守備ちょっと安定してない時は、ちょっとあるかなっていう印象なんですけれども、ビルドアップ能力高いので札幌ではハマるんじゃないかなって気がします。なんか実は攻撃力で生きてくるかもしれないなっていう期待はありますね。で、コメントいきましょうか。右に竜田置いてボランチ俊太とか、私はそう思います。でね、今右のセンターバックって田中俊太がもうね、絶対的な存在にいますけれども、田中俊太いなくなったら一気に落ちるじゃないですか。次誰いますかってなると西大吾とかになっちゃうんですけどね。大吾が悪いわけじゃないんですけども、で、高峰が抜けました。ボランチ高峰が抜けたんですけども、この穴をどう埋めるかってなると、私だったら田中俊太本人も中央で勝負したいっていうようなことをね、インタビューで語っているようです。田中俊太ボランチに置いて、右のセンターバックを立つたですよ。で、中央は大八ちゃんですよ。これでいいんじゃないかなって気がします。ただこれ実現させるためには、まず田中俊太のね、残留を流出を防がなきゃいけないんですよね。ただ田中俊太を残すことができれば、で、竜田が入ってくればかなりいい補強になるんじゃないかなと。
ね、でボランチもしかして誰か他取れたらね、田中俊太を試合によってはまあ右のセンターバックに置いてもいいですしっていう、これかなりねいい補強になるんじゃないかなと思って期待してます。であと達田選手結構イケメンです。これ女性ファンは嬉しいんじゃないですか。91センチでイケメンですからね、これぜひ来てほしいなと、もう願ってやまない報道です。スポーツ報知はあれだよ、あの高峰がいなくなった時に気泡通りとやって言ってたけどね、あれはちょっとムカつきましたけど、これいいですよ、達田本当に来てくれたら気泡通りってどうやっていいですよ、来たろみたいな、ね、いいニュースの時はいいんです、どうやって。で、コメントいきましょうか。初代ガオちゃん元気そう、ちょっと流れてましたね。ね、スガちゃんみたいなポーチ、そうですね、そうなりますね。生え抜き、だから生え抜きの高みでを抜かれちゃいましたけどね、今度は札幌が清水から生え抜きを抜くっていうね、なんていうかね、結構無情だなって気もしますけれどもね、こんな感じですよね。あ、橋田おはようございます。うちには相当やられたけど札幌には攻撃がはまりそう、そうそうそう、だからがっちり真ん中で守りなさいってタイプのセンターバックじゃないんでね、札幌の方がハマる気するんですよね。結構自由にいけるじゃないですか。先日の中村東也くんなんてもうセンターフォワードみたいな位置いましたね。あれ普通のチームだったら怒られますけど、札幌それ要求されるんで伸び伸びとプレイできるんじゃないかなと思います。真ん中はね、大八ちゃんがしっかり守ってくれますから、伸び伸びとやってほしい。ぜひ来てくれ、札幌で成長しよう、これを願うって。やばない、アンロビハトドリックの時左やってて困ったの彼、確かそうですね。うん、できてくれたらスーツのモデルできそうですよね。これいい補強だと思います。でもう一個、このスポーツ報知の紙面の方ですね、紙面の方にちらっと書いていました、このこっちの、ね、トピックスに書いてますけどもね、広島の浅野雄也の獲得も決定したと言い切ってます。本当かって感じですけどね。ということでね、この2件動きがありました。なので、まとめ画像いきましょうか。今日更新しました。まあ、先日ね、長野小次郎くんがいなくなります、レンタルでいなくなりますが、その右下ですね、はい、達田優吾が、もう獲得に向けてもう交渉、まあ、もう大詰め、もう近日中にも正式発表するんじゃないのと報じられていましたね。まずディフェンダーで、次いきますね、ディフェンダーとゴールキーパーこんな感じで、ミッドフィルダーは、はい、右下ですね、浅野優也もう確定と報じてます。本当ですかねこれね、スポーツ紙報道なんでね、まだなんですけれども、まあ、本当であればそう遠くないうちにね、正式発表出るんじゃないかなとは思いますが、さあどうでしょうか。でフォワードの方は動きは特にありません、こんな感じですね。でね、せっかくなので、ね、ちょっと待ってくださいね、あの e フットボールでの能力もね、ちょっと調べたというかね、部署取ってきました。はい、達田選手です。画面見えてますかね。はい、はっきり言います。パッと見ると特徴がないです。特徴ないですね。e フットボールの話ですけどね。スキルない。スキルねえのかよ。ただね、適正ポジションはね、言われてる通り右の、ね、サイドバックもできる適性があります。センターバックと右サイドバック。札幌向きですね。で、まあ、守備力がそんなにないね。こう見るとね。守備力がそんなにない。なんだけども、うん、そうですね。特徴がないね。特徴がないんですよ。まあ、フィジカルとかね、ジャンプ力とか、まあ、スピード結構あるかな、センターバックにしては。このまだなんかね、ストロングポイントがまだ見つかっていない、達田選手を札幌でね、こう、鍛え上げて育て上げてね、日本を代表する選手にしてほしいですね。達田はこんな感じですね。で、じゃあ、比較対象として、じゃあ、田中俊太はどうかっていうと、こんな感じです。まあ、これもパッと見てそんなにね、特徴あるかって言ったらないんですけど、全般的にやっぱり田中俊太の方が上ですね。スキルにワンタッチパスとスルーパスがついてるのがでかい。で、守備面も一回り上ですね。まあ、全部数字赤いからそんなにわかんないんですけどもね。この田中俊太を、これね、田中俊太ボランチ、もう本職はボランチなんでね、彼ね。彼をボランチで使えるようになると本当でかいなということでね。達田選手が来てくれるとそういうことができる。だいぶ高まりますね。で、浅野雄也選手の能力もちょっと見てみましょうか。これなんかシャドウ適性あるのかないのかみたいな感じだけど、シャドウできますよ、この選手多分ね。で、目を引くのがやっぱりスピードですね。スピードと瞬発力72は相当速いです、これ。相当速い。で、他の能力、まあ、守備面は低いですけれども、あとはスタミナまあまああるね。キック力もあるし。
これでもね、いい選手ですね。ドリブルの能力も高いから、チャンスメーカーなのかね、これね。プレースタイルね。で比較としてで、ね、ちょっと小柏も出してみます。はい。で、なんとスピードで言うと、小柏より評価が上っていう。これ意外ですね。で、小柏は、あれですね、浅野より決定力があるって感じですね。ボールキープ力が高いんですね、小柏ね。スピードあってね。小柏に結構近い能力を持っているのが浅野選手だなっていう感想です。実際スピード本当ありますからね。札幌も対戦した時結構手こずったなっていう印象があります。さあというわけで、この浅野選手とそして立田選手は果たして来てくれるかどうかです。で、一方で今比較対象に出したね、小柏と田中俊太をちゃんと残せるかどうかなんですよ。これオファーは絶対来てると思いますからね。ここが抜かれちゃうとちょっとまたプラン狂ってくるかなという気がします。で、昨日コンさんにアシスト見てた方だったらね、ご存知かと思いますけど、浅野雄也選手については特に語ってはいないんですけれども、小柏みたいにやっぱりスピードのある選手っていうのはチェックしているっていうところはね、明言していました。どうなりますかね。まあ、結構今年は動きが大きいだろうなっていう感じがするんで、まだまだね、お別れの報道もあるだろうし、補強の報道もあるだろうしっていうことでね、来年ね、年越した時にどんなメンバーが揃っているのか、じゃあちょっと現時点では予想もつかないよね。結構入れ替わりが激しいし、あのオフシーズンになりそうだなっていう感じです。まずは立田選手とね、浅野選手来てほしいなと。もう得を積みながら待つしかないです。さあ、コメントいきましょうか。セレッソ札幌長崎の都市流、玉突き当事者枠に。心配なのは、マリノスが、浜の新幹線の中川がね、FC 東京に移籍って話があるんで、新しいスピードスターを求めているんじゃないかなっていう気がします。ちょっと怖いですね。万能タイプ。浅野ね、万能タイプ。浅野じゃないな、立田ね、万能タイプだから、札幌で輝くかもしれませんよ。足元のうまいセンターバックで、ね、求めてますからね。特徴ないところから自分職に染めるのがミシャトップに、ね、魔改造するんじゃないですか、これ。中村斗也君みたいにゴール前で輝くセンターバックが誕生するかもしれない。でしょうかね。障壁の、分引かれましたからね、と。わしわの速度計。そういうことかな。もっと速くないっていうね。さあ、というわけで、今日は緊急で行いましたが、以上です。立田と浅野が来るかもしれない。立田はちょっとね、寝耳に水でしたけどね。まあ、もう、交渉大詰めっていうところね、ポジティブなところはちょっと信じたいなってとこなんですけど、まだスポーツ紙報道、スポーツ報知ですからね、まだ分かりませんが、まあ、期待して待ちたいなというところで、今日は終わりにしたいなと思います。で、今日の夜は21時半からジゴロークランでフォートナイトの配信です。ほぼデイリーコンサドーレはお休みとなりますんで、ご了承ください。というわけで、朝からご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いいたします。最後にね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それではこの辺で失礼いたします。あと後ほど現在の挙手情報を1枚にまとめた画像ツイートしておきますんで、そちらで再確認お願いいたします。それではごきげんよう、さよなら、バイバイ。